トイレに逃げたからドアストッパーをドアに差し込み出られないようにしてから全員呼んだ。私の名前は優子。シフト仕事を両立しながら多忙の日々を送っている。夫のアキラとは高校時代からの付き合いで、23歳の頃に結婚して今年で結婚3年目になる。私はごく普通の会社員だが出張が多い仕事なので家を空けることが多い。しかし家にいる時はできるだけアキラのサポートをしてあげたいので、いくら仕事で疲れていても家事や料理は手を抜かないようにしている。アキラは基本的に家事も料理も手伝おうとはしないので、本当に疲れている時はついイライラしてしまうこともあるのだが、明るい性格で一緒にいると楽しいので夫婦仲は良好な方だ。しかし最近になって少し気になることが、普段は私の方が残業で帰りが遅くなることが多かったのに、アキラの方が帰りが遅くなることが増えたのだ。さらに携帯を肌身離さず持ち歩くようになり、夜中にこそこそ外に出ていくこともしばしば。そんな行動が目立つようになったことで、私はアキラの浮気を疑うようになった。とはいえ、高校時代からの付き合いなのに、まさか浮気をしているはずがないと信じたい自分もいた。そんな私の気持ちをよそに、アキラの浮気はあっさりバレる日を迎えた。ある日、私が出張に出かける前のこと。2日後には帰るから家のことはよろしくね。わかったよ。行ってらっしゃい。行ってきます。私が玄関から出ようとしたその時、ポケットに入れてる携帯が鳴った。画面にはアケミと表示されていた。見覚えのない名前だったので不思議に思ったものの、通話ボタンを押してみた。もしもし、アキラちゃん奥さんもう出張行った？今夜何時に家に行けばいい？アケミとは確かアキラの部下で、まだ23歳の新入社員だと聞いたことがあった。驚いて言葉を失っていると、アキラが慌てた様子で部屋から出てきたので、私はすぐに電話を切った。お前間違えて俺の携帯持ってない。あ、ほんとだ、ごめんごめん。私は何事もなかったかのように携帯をアキラに渡した。出張に向かう新幹線の中で、私は頭の中を整理した。その結果、やはりアキラは浮気をしているのだという事実に行き着くのだった。私はあまりのショックに出張に同行していた同僚にそのことを相談した。すると同僚が気を利かせて、会社にうまく言い訳をするから今日は帰っていいって言っててくれた。同僚に甘え、その日は仕事を早く切り上げ会社に連絡して一旦家に帰ることに。帰りの新幹線を待っていると、私は怒りと悲しみでいっぱいになり、耐えきれず母親に電話をした。そして全てを母親に話すと、まるで自分のことのように怒り出した。その時、新幹線が到着したので今から帰ることだけを伝えて電話を切った。家に着いたのは21時を過ぎた頃だった。外から見ると寝室に常備火がついているのが分かった。寝室にいるのは間違いないと思い、玄関のドアをそっと開けると、そこには女性もののパンプスがあった。音を立てないよう注意しながら寝室に向かったのだが、ドアを開ける直前でポケットに入れていた携帯を落としてしまった。それを慌てて広い寝室のドアを開けると、ベッドの上の布団が床に落ちていて二人の姿は消えていた。ベッドを触ると暖かく、たった今ベッドから出たことがすぐにわかった。しかし、ベランダから出た形跡はなく、家の中にいることは間違いないと思った。家の中を探し回り、トイレのドアに耳を当てると、かすかに息の音が聞こえた。トイレのドアを開けて問い詰めようと思ったが、一旦冷静になって考えてみた。私が一人立ち向かうより、アキラが最もうろたえる方法を。そして私はある作戦を思いつき、リビングの風通しを良くするために、普段から使っているドアストッパーを持ってトイレへ向かった。それを使ってトイレのドアを固定し、簡単に二人を閉じ込めることに成功。閉じ込められたことに気づいたアキラが中でパニックを起こし始めた。ただいま。え、嘘だろ。ゆうこ。ってドアが開かない。ドアが開かない。どうしよう、なんで。大騒ぎをする二人をよそに、私は部屋を出てある人物に電話をした。そして30分後、電話の相手が家にやってきた。さっきの話は本当ですか？はい、本当です。二人は今どこに？寝室にいます。私が電話をした相手はアキラと愛人の上司である部長だ。以前アキラが盲腸で会社をしばらく休んだ際に、何かあった時のために念のため連絡先を聞いていたのだ。部長が到着して間もなく、予期せぬ人たちが駆けつけた。優子応援に駆けつけたわよ。アキラくんの両親も連れてきたぞ。優子さん、うちのバカ息子がとんでもないことをてごめんなさい。本当にあいつはバカな息子だよ。何と私を心配した母親がアキラの両親に連絡して、わざわざ遠くから駆けつけてくれたのだ。こうして準備が整ったところで、トイレのドアを開放することに。中には下着姿のアキラと愛人がいて、あまりの気まずさに愛人はうずくまったまま動かなかった。
アキラはパンツ一丁で土下座して謝ったが、その場にいる全員から激怒され泣き出してしまった。つい魔が差しただけなんだ。俺は優子を愛してる。明美とは別れるから許してくれ。泣きながら私にすがるアキラを見て、それまで気づいてきた深い愛情が一瞬で冷めるのが分かった。ちょっとどういうこと？妻とは別れるから一緒になろうって言ったじゃん。嘘だったの。当たり前だ、俺は優子を愛してる。最低。愛人は私の目の前でアキラにビンタした。それを見た部長が愛人に対し、お前にも責任があるのだから、まずは奥さんに謝れと説教。愛人は気まずそうに私に向かって謝罪した。その表情はどこかふてくされているように見えた。二人には慰謝料は請求するから覚悟しておいて。私が慰謝料という言葉を口にした途端、愛人は先ほどとは打って変わって全力で謝罪するのだった。見損なったぞ、アキラくん。娘をお前なんかに任せておけん。いつからの付き合いだと思っているの。許せない。本当に申し訳ありませんでした。もう二度としません、信じてください。こんなところを見せられて信じられるわけないだろ。もうお前のことは息子だとは思わんからな。二度と家に来るな。優子さんに謝りなさい。その後、朝方まで説教は続いた。結局私はアキラへの愛情を取り戻すことはできず、離婚することとなった。もちろんアキラと愛人に慰謝料を請求し、私の引っ越し資金もアキラに全て払ってもらう形となった。愛人はまだ若いということもあり貯金が全くなかったようで、借金して慰謝料を払った。二人は不倫がバレたことで会社にいられなくなり職を失った。あの修羅場以降すぐに破局した二人は、それぞれ慰謝料という大きな出費を補うため、現在は必死で仕事を探しているそうだ。私はというと一人暮らしを満喫しながら第二の人生に向けて女子力を磨いている。アキラは定期的に私に連絡してきては復縁を迫ってくるのだが、パンツ一丁で土下座をしている姿がよぎるたびに情けない気持ちになるので、復縁はこの先少しも考えていない。続いてのお話はこちらです。寂しくて子供がかわいそうだから浮気した。僕も一人身で。嘘つけ、妻も子供もいるだろ。え？俺の名前は石井健二。1年前に分け合って嫁と子供を捨てた。でも後悔はしていない。俺は大学卒業後、地元に戻り就職し結婚した。息子も生まれ地元の友達と家族ぐるみで交流もあった。平凡だけど、穏やかで幸せな日々を過ごしていた。そんな時、会社の新規事務所の立ち上げにより長期の転勤が決まった。本当は家族についてきて欲しかったが、子供は小学1年生になったばかりで。せっかく学校に馴染んできたばかりなのに転校させるのはかわいそうだということで単身赴任。一からの立ち上げなので多忙な日々は続き、月に一度も帰れない日が続いた。日々仕事に追われながらも、お父さんに会いたいよ。という息子の声で頑張っていた。もう少しすれば仕事が落ち着くからそれまでお母さんと仲良く待っててくれな。うん、わかった。それから2ヶ月後のある日。ようけんじ、久しぶりだな。連絡がないところを見ると相変わらず地元には帰ってきてないんだな。と地元の友達から連絡が来た。そうだな、もう半年帰れてないよ。でも、ようやく仕事が落ち着いてきて今度まとまった休みが取れそうなんだ。その時また連絡するから飲みに付き合ってくれよな。そっか。なんだよ、何かあったのか？いやさ、実は先週の土曜日に子供連れてショッピングセンター行ったんだけど、そこに奥さんと息子と男が身人で手を繋いで歩いててさ。は？その男どこからどう見てもケンジじゃないし。でも俺の見間違いかもって思って確認もあって電話したんだ。半年間帰ってきてないって言うならやっぱり全く知らない男ってことだな。嘘だろ。友達からそう聞かされた時、にわかには信じられなかった。でも電話を切ってから少し考えると、ふとあることを思い出した。それは息子と電話した時のこと、嫁のことをママって呼んでいるのに違和感を感じたのだ。俺が単身赴任する前はお父さんとお母さんの呼び方だったのに。それを突然ママと呼ぶなんて明らかに不自然だった。そんなことを聞かされても、すぐに戻ることもできないため更新所に調査を依頼すると、嫁は浮気していた。と同時にすぐに男の素性もわかった。男の名前は春男。単身赴任で地元に来ていた男で、嫁のパート先の客として通っていたらしい。嫁は息子にその男のことをパパと呼ばせ、俺たちの家にほとんど住まわせていると言っても過言ではない生活を送っていた。裏切られていることも知らずに、できるだけ家にお金を残そうと外食を控え、自炊して家族も寂しい思いをしているからと遊ぶことをせずバカみたいに仕事を頑張っていたんだよ。それからすぐに休みが取れて、息子の誕生日に息子の大好きなチョコレートケーキを持って自宅に何も言わずに帰ったんだけど、嫁と息子と春男が誕生日ケーキとごちそうでお祝いしていた。ドアを開けた時の人の驚いた顔は今でも忘れない。
派手派手しく飾られた室内、嫁と結婚してから一度も見たことがないご馳走がテーブルに並べられていて、そのテーブルの上には毎日俺の自宅で家族ごっこをしていた結果なんだろう。息子が描いた春を、嫁、息子のミヒトが笑顔で仲良く並んだ似顔絵もあったよ。パパ、ママ大好きなんてメッセージも書かれていて、もう息子の中に俺は存在していないんだって悟ったよ。違うの、この人は。と何か言いかけてた嫁に畳みかけるように。何が違うんだ。三人で手を繋いでショッピングセンターで歩いていただろう。嫁と春尾に問い詰めた。すると。だから違うってば。子供が寂しいからお父さん代わりに来てくれただけで、やましいことはないから。と嫁と春尾がいろいろ言い訳していた。子供がいなくて息子さんを自分の子供のように思ってしまって深入りしすぎたようです。すみません。とすまなさそうな顔で言っていたが。ええ、子供いないんですね。じゃあ、お宅の実家でお宅の奥さんが育てているミヒトの子供は誰の子供なんですか？というと。え？なぜそのことを？と途端に顔は青くしていた。春尾は嫁に不妊症が原因で離婚を突きつけられたバツイチだと説明していたらしく。天涯孤独なので子供が可愛くて仕方ない。俺なら嫁や子供に寂しい思いさせない。と口説いていた。嫁も春尾に嫁と子供がいることは知らなかったみたいで騒いでいた。その後、俺が慰謝料請求と離婚することを言い出したら春尾と元嫁が泣きながら土下座をしてきた。あなたが帰ってこなくて寂しかったのよ。二人とも寂しそうだったから良かれと思ってしたことなんだ。とテンプレ通りの言い訳を並べて許しを求めてきた。それから息子が目に涙を浮かべ俺の前に立ちはだかりこう言ったんだ。パパはおもちゃも買ってくれるし、遊園地にだって連れて行ってくれる。寝る時も僕が寝るまで一緒にいてくれるんだ。パパとママをいじめるお父さんなんか嫌いだ。お父さんなんてどっかに行け。それが最後に聞いた息子の声だった。あとは弁護士を入れて春尾から慰謝料を取って、嫁とは財産分与と養育費もない代わりに慰謝料もなしで離婚した。二度と息子を俺の前に見せないと条件をつけて、離婚協議中、嫁は息子を一回も連れてこなかった。パパを追い出して俺には会いたくないって。パパとは楽しい思い出だけが残り、俺はパパとママをいじめたひどい奴だと言って聞かず。嫁がいくら息子に説明しても治らないので、俺を傷つけるから連れてこれないって。嫁とは10年以上の付き合いで、息子だって6年間はずっと一緒に暮らしてきた。嫁のように完璧にできなかったけれど、育児だってできるだけのことはしてきたつもりだ。なのに、たった3ヶ月の男に全てを持っていかれた。俺は離婚後そのまま赴任先で働いている。お父さんはいらないって息子から言われた言葉は1年経った今でも頭から消えない。あの日は息子にとって生涯で一番楽しい時間だったんだろうけど、俺が全部壊してしまった。それが息子には絶対に許されないことだったんだろうな。泣き叫んでいたあの時の息子の顔を、今もまざまざと思い出す。なんでわざわざ息子の誕生日に帰ってくるのよ。って嫁に言われたけどさ。父親が息子の誕生日にプレゼントを持って帰るのは普通だろ？それに嫁に帰れるかもと連絡したら。体が心配だから無理して帰らなくていいし、あなたに任せる。とも言われていた。もし帰って春尾がいたならその日は帰らせて、次の日に話し合うつもりで家に向かった。しかし午前中に戻る予定が夕方になってしまい、俺は帰ってこないと判断したのか嫁はいつものように春尾を家にあげていた。春尾に慰謝料請求したら嫁は春尾嫁からも慰謝料請求されてた。春尾は春尾の家庭に戻って再構築した。金を払って自分の家庭を守った。嫁は最初こそ離婚を受け入れていた。春尾と再婚してそのままあの家で春尾と息子と暮らすつもりだったらしい。しかしそれが無理だと気づくと途中から離婚を回避しようとしてきた。やり直しは無理だと理解しながらもそれでも何とかしようとしていたが、どうしても息子が俺を受け入れることができなかった。離婚届に判を押した時に嫁が、これで息子の父親は誰もいなくなった。かわいそうに。と言ったので、お前がそうしたんだろ。って言ったら黙ってた。それでも俺は家族を捨てたのだとしばらく罪の意識に苛まれた。でも今付き合っている彼女には家族に捨てられたのは俺の方だと言われたよ。彼女は赴任先で採用された同僚で、息子の写真を見せたこともある。離婚騒動の全てを知っているし、離婚して落ち込んでいた時に支えてくれた。心が落ち着いたらちゃんと彼女に報いたいと思っている。